はい、どうも、トッテです。はい、トッテです。というわけで、本日は通天湖さんに来ております。やってきましたよ。めちゃめちゃ楽しみやった。もう関西で一番楽しみやったかもしれない。悪いよ。原田さん、すいません。これはもう好みやから。めちゃくちゃ面白いですよ。ここはもう言葉で言い表せにくいから、もう本当に実際来てもらうしかない。うん、一回来てもらったら分かると思う。ね。分かるかな。その釣り方が分かればハマる、うん、ということで一人でも多くの人にねこの通天湖の素晴らしさ楽しさっていうのはねお伝えできるようにやっていきたいと思いますんで、はい、こちらです。今日のボートででん、これ魚タン入ってますよ、うん、管理釣り場で魚タン、うん、最強ですじゃあやっていこう。行こう、うん、はい、じゃあ出船です。これでっけ人力です。もうやっぱエレキになれちゃうとダメ ね。体がなまっとるわ。さあ、そして今日はね、木団員からもね、2名、生贄を呼んでおります。生贄、まあ、通天湖の楽しさをね、味わってもらうべく連れてきております。関西幹事長、なえちゃん。とまだ釣れてない。厳しいな。で、うもさん親子。初めての。初めての通天湖。まだ釣れてない。ああ。でも気持ちよくないですか？ねえ。よし、じゃあまずは LD プラスからやっていこう。ちなみに反応は無です。中層に全く今映ってないから、ちょっとボトムいきなり行くわ。二電接地で落としていく。通天湖やっぱ最初の突き場はまずはね、突き止めたいよね。前回この辺で結構釣ったよね。釣った。前回でも夏前やったよ。夏。ういー、来たー。ヒットです。よく引く。やばい、でかい。いきなりでかい。40オーバー。ほら。やば。いきなりめっちゃええやつだけど。でけえ。めっちゃ。45ぐらいある。ヒレピンピンじゃない？めっちゃええやつやん。コンディション抜群やん。ヒレ綺麗しさ、うん、色付きもすごくない、うん、これが通天湖やで。ナイスコンディション。一匹目からこれですからね。ライトニングの LD プラスのレモン茶と。これが通天湖やで。ちなみに今、魚探には全然反応で出てないから、うん、逆に言うと、出てない時は下におらんってことだから、そういう時は割り切って投げる。だからこの通天湖って、いつきのやつと海遊のやつと分かれてるから、どっちを狙うかで巻きでいくのか、ボトムでいくのかっていうのを結構変える。そこを魚探で見ると、はっきり分かりやすいわけ。海遊が回ってきてる時は、そこのレンジを巻けばいいし、海遊ない時はもう割り切ってボトム。これができるのが魚探の強さやな。あ、おるな。今ちょうど映ってるわ。ちょっと上なんで、巻いてストップ、巻いてストップで、可変リトリーブで、ボトムちょい上。ズルズルにならない程度のところを超スローに。おい、来ましたね。これもいいサイズ。やばい。えぐい、えぐい、えぐい。やばい、アンカーに巻かれた。マジで？うん。これやばいって。どうなってる？うん、怖い。よっしゃ。ヒレピンピン。綺麗やろ？うん、綺麗綺麗。やばね、このクオリティ。めっちゃ引いたわ。なんか今の通天湖の引きやばいぞ。いつも春が一番引くんだけどね。やっぱこのアンカーのロープある側でやると危ないね、うん、巻かれちゃう。あとこのチタンロッドやばいな。チタンロッドはねこういうバーチカルの釣りになればなるほど威力発揮するから、ね、今ボトムスレスレにおるじゃん。こういう時はもう浮かさない。ゆっくり半回転ぐらい巻いてストップ。やっぱバーチカル気味だからそんなに巻き量入れない。ちょっと巻くとすぐ浮き上がるから。爆風だね、うん、ボートの周りを計算してやらんとあかん。ボートが回ってる時は巻かない。ボートの動きで持っていかせる。ラインの見方もガイドの中のラインを見てラインのあたりを取るっていうのもここでやってた。はい、来ましたよ。ボトムトレースです。これも元気です。チタンロッドすごいね。やばいよ。チタンはラインのあたりと同時に感度で取るから。綺麗なやつですこいつも。はい、これは可愛いやつ。でもよく引いたよ。基本アベレージでかいからこれちっちゃめやからね今のは、うん、お、中層に来た。中層群れが回ってきた。回遊だな。では続いてはこちら、ジャイアントウィングの 0.9 ピーチ。これで中層の回遊個体を巻きで取っていきます。うん、きた。フィンガーノックの中層巻き。いいね。でかっ。やばい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 やつ来た。これえぐいよ。完全回遊の個体や。コンディションがえぐい。あ、めっちゃ行くんですけど。おら、これやばない？45ぐらいあるよね、うん、フィンガーノックのジャイアント。ジャイアントか、変えようかな。じゃあカウント7ぐらいで、ただ巻きやと反応出んかったんやけど、フィンガーノックでこうトン、トン、あ、トン、1秒に1回ぐらい。やっぱフィンガーノックってスイッチ入れるきっかけになるよね、うん、ただ巻きじゃ食わないやつもスイッチ入ってするから。ここはやっぱジャイアントの中層巻き効くのよ。じゃあそれ貸して。なんでや自分で選ぶや。いっぱいあるんだから。同じくフィンガーノックでいく。回遊やっぱフルどこ行くの。最初はね、フィンガーノックトレースや。ジャイアント、ジャイアントの09。これまあまあやろ。いいボトムトレース。
40サイズ、ね、これが通天庫のアベレージやからな。なんでそんな釣れんのね。さあというわけで次はこっち側やってきました、はい、右側ね、右奥、はい、通天庫はねこれ場所によって全然風景が変わるからね、その辺もまた面白い。ここはねめちゃめちゃ浅いの、見てください、水深2m 浅いとこ好きよ。 2m です。反応そんな出てないけど、反応出てない時はもうボトムでいこう。はい、じゃあやってください。 LD プラスでいくね。 LD プラスね。ちなみにケイちゃんにもこのチタンロッドをね使わせてますよ。このチタンねえぐいから、感度がバーチカルでなればなるほど力を発揮します。で超浅いの、うん、うん、浅いからパーンくる、でまたホールでみたいな。お、うん、ボトム、ほら、おいぐいだよ、おいぐい、めちゃちっちゃい、おい、ヒレピンピンじゃねそれ、ヒレ綺麗ね、ヒレめちゃめちゃ綺麗これ、大きくないけど、でも綺麗、うん、これボトムで、ボトム、LD プラスね、そう、ピーチ、クルリンパ、風強いから風ブラキで正解だな、なんかこっちのが釣れる感じがした、スピリチュアルです、スピリチュアル的な、やったー、スピリチュアル。ちょっとね、ただただスローだけだとクランクになってきたから、うん、スイッチ入れてパーンと、でホールクルリンパ、うん、ちょっときっかけを与えてやる、それでやっていく、なります。ボトムはボトムよ、一回ボトムには落としてからそこからのスイッチホール。今でもね風がめちゃめちゃ効いてるから、スイッチで上げた後のラインメンディングがめちゃめちゃ大事、それをちゃんとせんとラインの当たりが分からへんから、マジでめっちゃ爆風やから、こうやってパーンと弾いて、でこの後ホールさせる、ここで取る、でもう一回ボトムつくまでホール、あとはこのハンテンションホールでホールさせる、ピンピンに張るというよりはちょっとたるました状態で落としていく、でそのたるんだ糸がヒュッと入るから、であとこのボートの動きでどっちに持っていくかっていうのはちょっと変えない、爆風すぎてマジでこれきついよ、微妙な当たり取っていかな、ピョンピョン釣りで、私ピョンピョン釣り、よっしゃ、来たトリッチホール、これはちっちゃい、はい、やりました、はいはい、エリプラスライブチャート、トリッチホール、綺麗な魚だ ね、うんね。じゃあ次ね、この木のカーブ、うん、ここねカーブになってますよ、こうやってグッとで、このカーブにやった筋、ここも結構ね魚の回遊ゾーンなんですよ、なるほどね、うん、やっていきます。 LD プラス、この筋沿いを通す感じでいく、それが一番多分回遊ゾーンでいいんかなと思うから、ここで水深が 3.8、 まあ約 4m で、やっぱ反応出るのがね本当ボトムなんだよね、やっぱ結構水温下がったよな、本当に回遊してるやつもボトム付近を回遊してるって感じなんで、前来た時より全然レンジは低い、うん、だからこそしっかりボトムレンジをキープする、ボトムついたらゆっくり巻く、ただボートが動くのよこうやって、この後はもう巻かずにボートに引っ張らせる、で風も強いしボートも動くから、ちょっと巻いてるだけでもだいぶ浮き上がってる可能性あるからさ、うん、その辺結構意識して浮き上がらせないように、特にこうバーチカルなんで、ほら、うわ、もう一回ちょっと追い食いでもう一回落としますよ、やっぱ下に落としてるからちょっと巻いただけでもすぐ浮き上がらないね、こういうバーチカルになればなるほどやっぱ繊細に巻かないとすぐ浮き上がっちゃうから、ボトムレンジ切っちゃうと一気に巻いてるから、思ったより浮きやすいよっていうのを意識しながらやるのがいい、本当にボトムずる浮きぐらいでいいと思う、感覚としては、ね、ほら、うわ、うん、乗らないね、乗らない、ちょっと一度出し直してもう一回落としますよ、でこの落とし直してるハンテンションで食わす、ほらめぐいじゃない、これはもちもちやろ、もうこれもよく引く、綺麗なやつやこれ、ライティング LD プラス、スライムチャート、ボトムトです、ライム効いてるね、効いてるよ、自分の中で通天庫の好きなところってどこなんだろうって考えるんだけど、うん、なかなか言語化できへんというか難しいのよね、本当にどういうところが好きなのって言われても、ボートで釣りができるっていうかな、ボート買っちゃえ、まあ、別にボートが好きというやっぱ雰囲気なんやな、なんかあるんだろうな、ここに惹かれるものが、ほら乗ったー、おーおおおおお、そしてこうやって釣れるっていうのがね最高です、落とし直しの LD プラス、なんか通天候って難しいって言われてるんだけど、そこまででもないと思って、確かにその日によってさ村はあるんだけど、トータルした時にさそこそこ釣れるくない、全く釣れないってないやん、うん、そんなに恐れなくていいと思うけど、ね、釣り方やな、やっぱボートに釣りになれるかどうかやな、めんどくさいんじゃないの、手で漕いだりとか、嘘、それが楽しいじゃん、だってさ、うん、カップルとかさ何の目的もないのにボート漕いでデートしてんの、あんなん一番意味なくない、それはそれなんじゃない、気になるとめんどくさいんじゃない、なんで道具運んだり、じゃあ釣りすんの私がそうだっていうわけじゃないよ、うん、私代弁してるだけだ、謎の誰かの代弁、うん、そううほら来た、ピクピクってくるのよこれね、ライン結構出るのよ、これ見えるね、見える、うん、ちょっと写真で多分ライン映るで、
あ、切れる。分かった、今。ピクピクって切れる。うん。回してんでしょ？いや、今、当たったの。当たったけど合わせなかった。打つそうと思って。いや、合わせてよ。行くよ。分かった？今、だいぶ待ったけど。映ったかな？映したくてだいぶ待ったけど。でかい。うわ、いいやつ来た。ははは、4乗馬。今、ラインの動き、ピク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 っていうのを映したくてさ、だいぶ待ったけど。これ。でも45近くあるね。綺麗。LD プラス。このサイズがそうそう釣れるところもそうなんないからね。やっぱこの水深だと LD プラスぐらいが使いやすい。ライトニングとか LD でもできんことはないんだけど、今日みたいにこんだけ風が強かったら、やっぱり LD プラスぐらいがないと、もう何やってるかわからんから。風なかったら多分ライトニングでも全然できる。というわけでね、続いてのポイントにやってきました。というわけでこちらダムサイトですよ。はい、ダムです。ダム、みんな並んでダムサイト。うん、まあ、でもここ一番水深があるんでね、ここでは水深 8m、 LD プラスでボトム落とすのにカウント80かかります。ボトム落としてボトムと1ホールで行ってみる。なかなか落ちないな、これが。1ターンが鬼長いからな。落ちた、行くよ。パン来る、パン来る。でもう一回ボトム落ちるまで待つ。これ半テンションで待つ。パン来る。ピッチ&半テンションホール。スラック回収はだいたいハンドル半回転ぐらいになるぐらいの、あんまり巻き取りすぎない。おお、ボトムツイッチホール、これは怖いぞ。おお、でもよく行く。元気元気。あ、外れた、外れちゃいました。ボトムのツイッチホールでした。来ました。これはぼちぼちかな。重たいです。ボトム出かけてるんで、やっぱ 8m のボトムはえぐいよ。まあまあまあ最後、まあ通電庫のアベレージやね。でもはい、 LD プラスのライムチャード、これめっちゃフィリピンやん、うん、これ極上の一本やん。この V のシェードになっとるんやけど、この影に結構つくから足元にも結構おるんよね。だから足元までしっかりと攻めた方がいい。あまりにもバーチカルになりすぎるとちょっとやりづらいから、ギリギリ垂直になるぐらいまではしっかりとキワキワまで攻める。ただこれね、待つのだるすぎるな。でも釣れるからいいじゃん。釣れるからいいんだけど、1ターンのこの長さよ。ホール時間がえぐいから。やっぱツイッチホール効くよね。そのやっぱスローな釣りだけで、口使わんときはやっぱツイッチホールよ。きっかけが一つ必要なときって結構あるから。同じボトムべったりでも、ボトムをスローにやるのか、パーンと一発リアクションかけた後に反転症で食わせるのか。ほい、やっぱりシェード際で来るでしょ。この粘りが大事なんです。ほい、これもぼちぼちですよ。これも40サイズですね。通天候のアベレージです。ボトムのツイッチ&フォール。ライティング LD プラス。ライムチャートです。中層にも来たな。ちょっとジャイアントで巻きやってみるか。じゃあ次はジャイアントウィング 0.9 で巻きでいってみます。このポイントは5メーターレンジぐらいで回遊しとるんで、その辺を意識して巻いてこようかなと思います。ちょっとフィンガーノック入れながら行くね。1秒間に1回ぐらいのフィンガーノックで。回遊が消えたかな。ボトムの方が楽かな、うん、このままジャイアントでボトムしたらどうなんだ。ちょっとリトリーブ&ストップで行ってみるわ。来た、ジャイアントのボトム取れ。できたね。ほら、ジャイアントウィング 1.5g のレモンチャートや。はい、ジャイアントも来ましたよ。なんか今日はシャート系がいいぞ、ずっと。ジャイアント 1.5g あるから、まあ、これぐらい飲ませたらある程度の速度感でボトムをキープできるから。やっぱ軽いとすぐ浮き上がっちゃうからさ。今結構ボトムべったりで食いようから、ボトムついたんでボトム取れてきますね。2回転ぐらい巻いてちょっとストップする。はい、ボトムトレース一発でしょ。かなり大きい、席のギリギリでかかった。1.5g のジャイアントウィングボトムトレースパターンです。ちょっとやっぱ速度感がいるから、スローだけじゃちょっと食わんやつがおるから、ボトムの速度感出すならちょっと重めを使う。 LD プラスとかで行くんだったら、うん、トゥイッチでバーンと一瞬早い要素を取り入れる、うん、あそこのギリギリに落とします。あの席のあの向こうって崖なんだ、ダムやから。危ない、ね、そう、もしこの V がなかったら一緒に流れていっちゃうよ。ボートが流されていってドーン落ちるから。そうそう、面白そうやん。やってこいよ、じゃあ先にやってみてて。お前が面白そう言ってね。はい、ボトムついたよ、行くよ。巻いてくれよ、ゆっくり、これぐらいの速度感で。でちょっと浮いたなと思ったら一回こうストップさせるのよ。3回転ぐらい巻いてストップ。でそのストップさせた時にどれぐらいでもう一回ボトムつくか。例えばストップさせて1、2、3、これ今3でついたのよ。3カウント分浮き上がってることじゃん、
で、これ次、これは1、2、これ今2列でやるわけ。この浮かす分量は巻きの速さで調整するわけ。今結構カツカツで行きたいから、かなりゆっくり巻くわ。で、手前は浮き上がりやすくなるね。手前になるぜぜ、巻きの速度は遅くする。2回巻いてストップで行ってみるわ。はい、このドレス来たよ。これもよく引くな。数天候の魚マジでおもろい。全部これ、はい、綺麗やね。うん、綺麗や、すごいね。このアベレージでこんだけ釣れるエリアってそうないで、うん、本当に。私が一番成長できたところだな。フローターは嫌よ。なんでフローターは嫌に決まってる。それがいい。何それ、え、何それ。これブルーギルやね。ダートでブルーギルゲットです。これが通天湖の悪夢です。雑魚や。夢や夢でも悪夢もあります。